のついてめえけど、みじんこいうのおろいてこられる。いろいろ違う。椿みたいな。山のついてめえんじゃけど、みじんこいうと米つきながら、あれ全部おろして取ってしまうて、よかくったらおかしいから。あれがね、ひとえだ、ふたえだ。で、そのあとめんどくさいから、こうどうかええわいって言われて、なるんだけど。で、ええよならん。椿は全部おろしてくる。ご用まで。ほうばよ。もうやんだとか一つのさえ。みかん。払うから。やっぱり、やっぱり。山の水です。春の若芽、夏の葉、秋の紅葉、今が一番美しい。金図、金管の小さいもの。長寿梅、小さいけど古いいい木。花輪です。私の出品作です。クロマツの車間、軍人風の木です。龍のひげの黒いのは北流さんです。心拍です。土佐水木です。花芽がいっぱい咲いてます。ニレケヤキです。クロマツです。左側の差し枝が効いてます。添えは縁なしです。これも口なしです。クロマツの木です。変わった木ですけど面白い。三点飾り、左から生えて霧面かずらヒノキです。磯山椒です。頭は今製作中です。心拍、文人風の木です。
五葉松、幹も葉も見事な生産化っていう。そえは忍の石化したもの。故障です。ジンシャリが効いてます。勾配された細幹の。いい木です。そなれです。雪の重みで枝が曲がって幹の半分は枯れています。御用マット薬研に植えられた関心です。こいまりの土地です。クロマツの直根と禁止なんていうんです。勾配です。蜂と木が調和しています。宮島御用松です。葉に特徴があります。根を上げて真横に倒れています。それはピラカンサス。草物です。いちごと石章です。心拍です。形がきれいです。人の効いてます。御用松の文人木です。細いけど古い木です。ブナの木です。芽が出るまでしっかり葉っぱが守って芽出しの時に落ちる譲り葉になります。最後は